2014年に再業された三越都御の陽子仙台祭とは宮城県仙台市青葉区に鎮座する仙台東照宮の祭礼行事東照宮祭礼の別名である1655年に仙台藩二代藩主伊達忠宗により始まった東照宮の三越都御は江戸時代を通じて行われ明治時代や太平洋戦争中の中断を挟み現在まで行われているまた 仙台市で、出汁の巡行のあるお祭りのことを、仙台祭と呼称することがある。仙台東照宮は1654年に、仙台藩二代藩主、伊達忠宗によって創建された神社である。東照宮の祭典行事である、東照宮祭礼は創建の翌年1655年に、 伊達忠宗によって始まり、以後1852年まで、約200年間にわたり114回行われた。東照宮祭礼は、半世時代、仙台城下で行われた最大の祭りで、仙台祭とも呼ばれた。仙台城下町をほぼ一周する、約10キロの皇帝を数千人に及ぶ、祭礼行列が渡御した。この祭礼行列を収容するために、東照宮の南側は広く作られている。 祭礼行列は5段階に分かれて、以下のように構成された。足軽、騎乗の武将等行列出し行列新意を、行列別当イング部行列工人部の足軽組、武藤当初祭礼行列は、東商小宮のう治古町である五府大町を中心に行われたが、次第に五府大町に限られたものではなくなり、仙台城下町の町方全体に広がった。また、出しを担ぐのは、 村方の人々であり、祭礼行列は部頭、足軽、町方、村方からなる、まさに藩を挙げた構成であった。仙台祭りは、仙台藩二代藩主、伊達忠宗から十三代藩主、伊達吉国まで十二代の藩主にわたり、行われた。四代藩主綱村、五代藩主、吉村の時の記録によると、祭礼前日までに、祭礼行列の経路を巡見し、 再会に入る。9月17日祭礼当日は、早朝に遺憾小族で、東照宮に参拝する。参拝が終わると、国分町見団屋敷で朝食をとり、祭礼行列を見物する。そして特に御輿が通過するときは、路上にて配服したとの記録がある。東照宮御輿1654年の、東照宮創建の際に、江戸から仙台まで御神体を安置して渡御し、 翌年1655年以降現在まで、東照宮の御腰と魚によって仙台市内を巡行している。1654年の創建時に、江戸から仙台まで御神体を運んだ御輿で、半世時代東北最大の御輿と言われ、東照宮祭礼において城下町を巡行した。御輿は現存しており、48人で担ぎ、その重量は500貫と言われている。 1655年の東照宮祭礼で、御子塗御が行われた後は、明治維新や戦争により一時中断を挟み、現在まで、東照宮の御子塗御によって巡行している。正月期間や春の祭礼期間、また5年に一度の祭礼行事でその姿を見ることができる。仙台藩によって、江戸時代の200年にわたり継続して行われてきた祭礼は、明治維新により、 仙台藩が亡くなると継続することができなくなった。しかし1921年に三越都業規制会が仙台市民により結成され、三越都業が最高、旧五旅所である東六番町上学校との間を往復した。その後戦時中に再度中断し、現在では5年に一度新与都居が再業されている。江戸時代、仙台でお祭りといえば、東照宮五祭礼や、 その五祭礼の出汁のことを指すことがあった。1935年、仙台の郷土研究家である三原良吉によって、仙台で出汁のことをお祭りと呼んだのだから、仙台で出汁が出るお祭りは仙台祭りであるという解釈がされた。この解釈により、明治以降に仙台で行われた出汁の巡行があったお祭りである、天朝節奉祝祭、昇魂祭、 桜岡神宮祭礼、青葉神社祭礼、そして仙台、青葉祭りは、祭神や主祭、日付、場所に関わらず仙台祭りであるとされることがある。さらに仙台祭りは、東照宮祭礼に始まり、仙台、青葉祭りまで一貫して続くお祭りであるという主張が存在するが、その共通点は、出汁の巡行があるという点のみである。ありがとうございます。